コーチェラ前にインスタ解説。岸くんの大胆な決断に隠された意味とは平野翔と神宮寺雄太も騎士の行動に影響を受け、プロフィール写真を変更した。岸くん、インスタ解説おめでとうございます。そのアイコン、素晴らしいですね。みんなのコメントを見て、確かにそのアイコンに違和感はないですね。笑い。岸くんのアカウントを見ると、 アカペラの美声とのギャップがとても魅力的です。そんなに綺麗な瞳を持っている人がいるとは驚きですね。インスタグラムは現在、世界中で数十億人のユーザーを抱える最も人気のあるソーシャルネットワークの一つです。そこでは、個々のユーザーが独自のプロフィールを作成し、写真やビデオを共有し、ストーリーを投稿し、友人やフォロワーとつながることができます。 しかし、インスタグラムユーザーが驚くような変更を加えることがあります。最近、グループナンバーアンダーライン愛の人気メンバーガンユータさんがインスタグラムアカウントを開設したという驚きのニュースが SNS 上を騒然とさせた。騎士はこれまでソーシャルメディアで積極的に活動していなかったので、インスタグラムデビューにファンは興奮している。 ファンは騎士が今後どんな写真やストーリーを投稿するのか楽しみにしている。しかし、騎士くんのインスタにはさらなるサプライズが。彼のアイコンはファンに驚きと喜びで迎えられました。騎士くんのロゴはファンから一番美しいと絶賛されています。独特の魅力とアカペラの美声とのギャップがファンを喜ばせている。さらに驚いたのは、 キシんがインスタグラムを作ったことに関連して、ナンバーアンダーライン愛の他のメンバーもプロフィール写真を変え始めたこと。平野翔と神宮寺優太もキシの行動に影響を受け、プロフィール写真を変更した。これにより、ファンは彼らの中の良さを再確認し、友情に感動します。キシんのインスタグラムで、 ファンは、キシ君の日常や舞台裏を間近で見ることができるようになりました。彼の魅力的な目と愛らしい笑顔をインスタグラムで楽しむことができるようになりました。さらに、ファンは彼が今後どのような投稿をするのかを楽しみにしています。キシ君のインスタグラム解説は、ファンに大きな喜びをもたらし、キシ君の SNS 活動に新たな展開をもたらした。 ファンはこれからも彼の活動を熱狂的に応援し、彼の魅力に魅了され続けるだろう。最後に岸くんのファンの方に質問です。岸くんにはインスタグラムでどんな投稿を期待していますか彼の象徴性についてどう思いますかまた、ナンバーアンダーラインイの他のメンバーがプロフィール写真を変更した時はどう思いますか彼らの友情についてどう思いますか コメントでご意見をお聞かせください。キシ君、ナンバーアンダーライン、アイファンの間ですごく話題になっているみたいですよ。多くの人が彼のインスタグラムで彼を祝福した。A、アイコンも注目を集めているようですが、そのユニークさについては賛否両論あるようです。キシ君のインスタグラムには嬉しい驚きや期待、そして人柄を称賛するコメントが多く寄せられました。 ファンの間でも、キシ君のシンボルについて活発に議論が行われており、そのユニークさに驚いている様子が見られる。一方で、キシ君のイメージに疑問を抱くファンもおり、キシ君の選択について議論が巻き起こっている。ロゴについては、その独特なデザインとジャニーズ時代のイメージとの違いにファンから驚きの声が上がった。 キシ君がジャニーズ退所直後に自らインスタグラムを開設したということで驚きの声が上がっているようです。一方、アイコンと彼のインスタグラムアカウントに対するファンのコメントは彼らの愛と期待を反映しています。ファンは彼が今後どんな投稿をするのか楽しみにしている。カクンやジングジ君と比べてもキシ君はアプローチが違うのがわかります。 今後の活躍に日に日に期待が高まっている。最後に、騎士のインスタグラム解説を祝福し、今後の活動に期待するコメントが多数寄せられた。彼のファンが彼の次のステップを応援しているのがわかります。インスタを始めた騎士くんの投稿が楽しみです。しかし、他のメンバーがプロフィール写真を更新している中、騎士くんの写真はまだですか それは岸くんらしいですね、笑い。でも、改めて見ると、岸くんは本当に美しい瞳を持っていますね。コーチェラの本番前にインスタ解説というタイミング、素晴らしいですね。待ってましたよ。X と二刀流で行くんでしょうか岸くんのアイコンは本当に最高で、笑ってしまいますね。岸くん、インスタの世界へようこそ。 本当に楽しみです。平野翔さんとのイチャイチャ写真、アメリカでも仲良しですね、笑い。これからの岸くんのインスタ投稿がますます楽しみです。皆さん、岸くんのインスタアカウントをフォローしましょう。彼の世界はきっと面白いことがいっぱいですよ。